お聞きしたいです。まあ、解説します。肩やります。肩ね、これ使います。スミスマシーンの斜めになってないやつ、まっすぐ上げ下げする やつです。で、まあ、フリーのバックプレスが僕は好きなんですけど、まあほぼ同じなんで、でフリーのバックプレスって多分ゴールドジムさんでやってないさん、やってない方はバックプレス入ってないジムとかも結構あるんで、こういうスミスマシンなんでね、多分ほとんどのジムにあると思うんで、これで解説した方が分かりやすいかなと思ってこれにします。僕は別にダメだな今日起きて、ね、起きて起きてだってもうまだ1時間ぐらいしか経ってないからね僕はバックプレス、フリーのバックプレスもやるし、スミスでのバックプレスもやってます。でこれめっちゃ俺好きな種目で、まあ肩はね、やっぱ基本的にプレスを強くしなくちゃっていうのがあって、まあ、あとはサイズレーズとかいろいろあるんだけど、まずはプレスを強くした方が、いいので肩は。でちょっとそれを解説というかしていきます。で僕はですね、これベンチをピンとします。この状態ですね。で椅子も上げたりしないでこのまんまにします。でなんでこうやるかっていうと、まあ、結構これ上げてちょっと下げるとかっていう人も多いと思うんですけど、まあ、それでも別にいいんですけど、俺は肩以外はあんまり使いたくないので、こういう状態になるとやっぱ他の部位も使いやすいから重さは上がるんですけど、俺はもう肩以外はあんまり使いたくないんで、肩のトレーニングではっていうので、もうピンとして背中はもうつけたまんまにします。辛くなってきてもこうなったりして、胸とか背中の筋肉使わないようにしてこのまんまでいきます。で手幅は僕はここなんですよね。このマシンだとこの線に真ん中の指をつけます。真ん中の指をこうやってつけるぐらいの手幅にします。でこれは僕はサムレスとかじゃなくて普通に握っちゃいます。まあ、サムレスでも別にやりやすい方でいいんですけど、で下ろす位置は僕はね結構下ろす、ここぐらいまでですかね、下ろします。耳の、まあ、鏡で見ると耳の下ぐらい、耳の下かな。でもこれ多分人によって硬さとかがあるから、ここまで行くともう肩が痛くなっちゃうっていう人がいると思うんで、その時はまあ耳ぐらいまででもいいと思います。俺は耳の下ぐらいまで下ろします。であと上げるだけなんですけど、まあ簡単なんだけど、まあスピードはまあ2秒ぐらいですかね、かけて下ろしてきて上げるっていう感じです。まあ、僕のトレーニングは基本的に2秒、2、3秒かけて下ろしてきます。ゆっくり下ろしてきて耳ぐらいまで来たら、上げるっていう感じなんですけど、この時に、意識としては肘ですね、肘の意識を強めてほしいです。この重いものになると多分ギュッて握っちゃってここら辺の意識強くなっちゃう人多いと思うんですけど、それを肘にしてください。肘を下ろして肘を上げるっていう、これに変えるだけでマジでだいぶ変わってくるんで、まあ、もちろんギュッと握るんだけど前腕ばっかギュッて意識するんじゃなくて、肘を上にかん上げるっていう意識で
ってみると違うのが分かると思うんです。で、肘からもう肩がつながってるようなイメージ、もう一本の線でつながってるイメージをして、で、この線がグッと上に伸びてる、縮んでる、伸びてる、縮んでるっていうのもイメージしてやるとちょっと違うと思います。筋トレってちょっと意識するだけで全然変わってくるんで、これの場合は肘を意識すると、背中をグッとこう反らしたりしないように、このまんま肩の力だけで上げ下げする、で2秒ぐらいかけて下ろしてくるっていう、もうそれだけですかね。で、あとあれだ、どこまで上げるかっていうやつなんですけど、ここぐらいまで上げます。で、結構上げてるかな、上げ切っちゃうとこうなんですけど、まあ、それよりちょい手前、上げ切るちょい手前ぐらいまで上げます。耳の下まで下ろして上げて、ちょい手前っていうのでやっていきます。ちょっと一回重量作っていきます。はい、重量つけてやっていきます。で、セット数とか重量とかインターバル、インターバルは、セット数は、まあ、4ですね、大体4をやってほしいです。僕は6やります。でも、まあ、4、最低3、できれば4やっていただきたいです。で、セットの組み方は、まあ、他の種目と同じで、最初のセットは、まあ、10回12回ぐらいできるやつにして、次の2セットは、まあ、6から8ぐらいできるのにしてっていう感じですね。で、最後は僕は最後のセットはドロップセットで、重量落として、最後までやるというような感じでやってます。で、インターバルは2分ぐらいかなでやってください。僕の場合は、まあ、最初の1セット1、2セットは10、12回ぐらいで、3、4セット目は6から8で、5、6セット目は3回とか2回とか、そんぐらいの重量にして、最後ドロップセットで落とすっていうような感じでやってます。よし、じゃあ早速いきます。だいたいで、これでもうこのテンポ、この動かし方のまんま重量を上げていくというような感じになってます。まずはね、肩はやっぱプレスを強くしていかないといけないので、まあ、サイドレーズとかそういうのではもうネチネチやって、肩がもう動かなくなるぐらいまでやるというような感じですかね。で、プレスはなるべくちょっと重いのを持つという感じにしてみると、まあ、変わってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後にまとめ、上げ下げ、あ、下げるスピードは2秒ぐらいで、上げ切るちょっと手前ぐらいでまで上げると。で、持ち方は別にサムレスでも握っても OK。で、下ろす位置は耳、最低耳ぐらい、俺は耳の下まで下ろすし、いける人はそこまででもいいですけど、まあ、そこは自分 の, あの肩の硬さとかによってちょっと決めていただいて、で、椅子はピシッとして、で、こういう風な体勢にならないように、背中はしっかりベンチにつけた状態でやると。で、肘を上げ下げするっていう感覚でやっていただくっていうような感じですかね。
です。はい、ということで、肩の僕のおすすめのスミスマシンのバックプレスの解説でした。ありがとうございました。